今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。私は一人ぼっちだった。この力が目覚めた時は本当に嬉しかった。いつだって相棒がそばにいてくれた。大人は自分のことばっか。だから私は相棒に誓ったんだ。一緒に子供たちを守るんだって。だけど大人に守られて友達もいるあいつを見てたら馬鹿にされたような気分になって。でも本当は俊英にムカついてたんじゃない。私はあいつが羨ましかったんだ。あんな八つ当たりみたいなことして終わりだなんて絶対に許せねえ。だからこんなところで立ち止まってるわけにはいかないんだよ。おい、聞こえるか？おいて。なんだってんだ、チキショ。うわてめえ、ヘッドフォンやろ、どこ触ってんだ。はあ、どこも変な場所は触ってねえだろ。自力で目覚めたですって、大したものだわ。でも今のあなたではリバースにかなわない。だからリーダーに指図すんなって。それに私だけじゃねえし。俺は我々の任務だ。民間人は下がっておけ。私もイスラも民間人なのだけど。君たちは特別だ。何せチームメイトだからな。だろ？うっせ！あんま調子乗んなよ。そろそろ仕上げるぜ。That was a nail biter. Keep an eye on this matchup.私をコケにしやがって。てめえへの借りは返したぜ、化け物野郎。リバースが消えたことでこの空間は維持できなくなるはず。でも終わりじゃないのかよ。嫌な手応えだな。この音、まさかオトマラが。オトマラが我々が探求する真理の果てにいる母神。あるべき場所に封印する方法は一つ。アンプスペクターとオトマラガによる追消滅。追消滅？イスラをどうするつもりだ？ふっ、私と相棒は最強なんだ。消滅しなくたってあいつを元いた場所に追い返してやんよ。頼もしいわね。その自信にかけさせてもらうわ。私も思う存分暴れさせてもらう。よし、私の足引っ張んじゃねえぞ、ハイデルン、ドロレス。そろそろ仕上げるぜ。渾身の一撃、叩き込んでやったぜ、モンスター。消えろ！みんな気をつけろ！伝承通りなら
あれは完全なる無、時空すら無に帰す虚無の空間。オトマラガがあの中に戻れば全てが収まるわ。出現直後、我々はこの場から消えたそうだ。しかし、どうやって戻ってこられたのか。おそらくイスラとシュンウェイが持つ力、それが追消滅を起こした際の反作用で、あの世界から弾き飛ばされた。すぐ本部に戻って詳細を聞きたいところだが、今は新しい友情の邪魔をしないで。私、ああ、すっきりした。なんかうじうじ悩んでたのがバカみて、変に因縁つけて悪かったな、シュウネ。ほんと唐突だな。てか、なんであんなに突っかかってきたんだ。乙女の秘密。
to shoot! Since it's so decided, I can hit too low. This is not a warning. What's on down, it will come for you. They thought it will crawl. Fuck you, I'd rather drown. Slap in the face that I'll never say, but you should know by now. Once the hour is too late, pride and arrogance about me afraid.案外、ああいうのも悪くねえもんだな。な、アマンダ。